コンパクトで花付きのいい品種はベーサルシュートが伸びるよりも花がどんどん咲いてしまうんで、こんなに短くなっちゃいましたベーサルシュート、でも大丈夫です。可愛い花をたくさん咲かせてくれてますが、コガネムシ秋まではこの支柱は取らないよ。花心園芸チャンネル、こちらはですね、ちょっと前、春のもう終わりぐらいでしたっけね、植え替え動画、大苗を10号鉢に植え付ける、大苗の開花後の株ですね。で、こちらは新苗を8号鉢に植え付ける動画をそれぞれ、YouTube にアップさせてもらってるかと思いますが、そちらの続きというか途中経過を見てください。ちなみに一番向こうのブルマビスタは、インスタでライブやった時かな、大苗の開花株をこれも10号鉢に植え替えたものが途中経過です。こちらのシャーウッドロサオリエンテスプログレッシオですごくコンパクトで、薄紫色藤色の花の中輪の花がたくさん咲いて、で少し微妙にベージュとかブラウンのニュアンスがかかるような花なんですが、これ夏の間の花ですけど、だいぶ春の花より小さくなって、ちょっと花弁の先がツンツン尖ったような形になってますが、これはこれですごく可愛いですよね。ですがこれね、ベーサルシュートがここから出てきてもう葉っぱ数枚ついて枝分かれしちゃってる、要はすごく四季咲き性が強い花付きのいい品種、コンパクトで花付きのいい品種はベーサルシュートが伸びるよりも花がどんどん咲いてしまうんで、これ今可愛い花たくさん咲いてますが、やっぱりこれベーサルシュートなんで早めに切ります。でここから花が咲いてるから、さらにここですよね、ここか、短っ。ここからもう花が咲いてるんで、それより下の節といったらもうここなんですよね。もうベーサルシュート出始めて葉っぱが 1,2 数枚ついてたところまで切り戻しましたけど、これでもちゃんとここからまた次の芽が出てくれるので、ベーサルシュートの処理としてはこんなに極端な例ですけど、こんなに短くなっちゃいましたベーサルシュート、でも大丈夫です。元から折れるのだけは避けたい。少しでも残っていればちゃんとそこからまた芽が出てくれるので全然大丈夫です。ということで、シャーウッドの途中の管理、これは普通の開花枝なんで花の咲いた枝の半分で切っておくと、これちょっと暑さかな、病気ではないですね、こすれてちょっと傷んだり暑さで少し黄色くなった葉っぱが若干あるので、これでこれがプレミアビスタ、こんな感じで、水切らさないように花が咲いたらまたは咲く前に早め早めに夏の間は切り戻してあげて、できるだけ葉っぱを茂らせて夏の間に株を作ります。もうこれで十分大きくなってますけどね。でこちらは新品種のザ・セレスティアルですね。セレスティアルのこれ新苗だったんですけど、もう早くもこんなにシュート 1,2,3,4,5,5,6本出て元気に咲いてます。でこれも花はだいぶ小さくはなってますが、花弁の先が尖った可愛い花をたくさん咲かせてくれてますが、やっぱり新苗なんで本当はここまで咲かせる前に切ってあげた方がいいんですが、まあ十分樹勢が強いんで花咲かせたからって急に終わることはないですけど、早めに切り戻して花を咲かせるよりも枝葉を茂らせる方にエネルギーを使ってもらった方がいいです。で若干これもひょっとしたら一時的に水切れしたかなんかで下葉が黄色くなってますが、多少のことはあまり問題ないので黄色い葉っぱは取っておきます。で新苗なので今これまだこの支柱立ててありますけど、秋まではこの支柱は取らないようにしておいてください。でまあ他のバラと同じように通常通り、水やり管理したり、肥料が切れたら肥料を与えるけども、切れてないようだったら、夏の間はちょっと肥料は控えめぐらいの管理を、まあ他のバラと一緒ですね、で続ければ、大丈夫です。あとは鉢植えのバラは黄金虫悪さしてましたね。あれどこ行った？いた。
ということは土の中から出てきたということは、そんな土の中に入って卵を産むんだね。知らんかったけど。じゃあやっぱりここあの中でコガネムシの幼虫が増えちゃうと、これせっかくバラが今まだ全然大丈夫だと思いますけど、根っこかじられちゃうんでネキリムシに。だとするとここでもう一回オルトラン流剤を夏の間もう一回か二回巻いておきます。オルトラン DX がいいかな。ということで、鉢植えのバラも植えたつけたばかりの新苗や開花苗の終わりの株も、他のバラと同じように夏の間管理してあげます。でより花は咲かせずに早め早めに切ってあげた方が株はよく育ちます。でもね、もう株がある程度元気になってきたら秋の花はもう咲かせてもいいんじゃないかなと思いますので、それぞれ考え方で楽しんでください。これは、プリマビスタですね。でこの辺りの葉っぱがまだらなのは、これ春にここも肌にちょっとやられちゃったんで、もう今は肌に出てない、止まってますから大丈夫だけど、葉っぱ緑だから取ってはありますけど、あまりひどければもう葉っぱ虫いっちゃった方がいいです。で最近の葉っぱは全然やられてないので綺麗な状態です。あのロサオリエンティス、ね、プログレッシオ、病気に強いから、薬剤散布やらなくてもいいっていうのは、まあ、ある意味事実なんですけど、病気に対しては強いんだけど、肌にとか虫は出るので、ちゃんと適宜異常があったら早めに対処してもらうか、殺虫剤は、まあ、他のバラやるのと一緒に定期的に散布してあげるっていうのでもいいかなと思います。花心園芸チャンネル、チャンネル登録お待ちしています。土はすべての力、半